兄者キサラです。皆さん、今日はですね、お知らせがあります。実はですね、どうしても僕はですね、解決したい問題が一つ出てきてしまいまして、コルスケくん。はい。どうなっとんのかね。どうなってる。そうですね。どうなってるっていうのは。僕は切ないよ、本当に。はい、はい、はい。北原に対しての、視聴者さんの、評価、評判が、どん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 、怖くなっていっている。いろいろコメントでもご意見いただきますが。コメントでご意見いただいてるよね。はい。もうこいつはいつもキレているなと。はい。キレてるだけやないかと。そこまでひどいのはあります。いや、あります、ね。僕のことを人だと思ってないので。はい。今上げてる動画が、北原さんが怒ってるっていうところが印象的です。そうなんですよ、はい。これね、なんでそういう動画になっているかっていうとですね、基本的にですね、YouTube チームのみんなとですね、考えて、いろんな動画を出してきました。一番最初、始めてから365日、365本をですね、フリップチャートをめくる講義動画を1年間休まずに撮ったわけですよ。結果として何が起きたのか。一定の基準値まで行ってからそれ以上伸びなくなって、なんならだんだん下がってきちゃったわけですよね。で、そこで YouTube チームのコロちゃんを中心としたみんなと話してですね、これはちょっとドキュメンタリータッチで、もうちょっと人の感情が入っていくものを撮影していきましょうということで、今の救済企画をスタートさせたわけですよね。ただですね、この救済企画もなかなか動画として難しいんですよね。何が難しいのか、当日ですね、救済企画のエントリーいただいてたけど現れなかったりだとか、撮影した後に公開ストップがかかってしまったりだとか、いろんなことが起きた結果ですね、社員との動画を撮っていく、一緒にビジネスをやっている仲間たちとの動画を撮っていくということで、そっちを上げ出したんですよ。そしたらですね、クソつまんない動画になったんです。そうですね、めちゃくちゃ優秀な方ばっかりなので、北原さんの周り、やっぱりね、頼りがいがある社員なので、はい、大人同士の普通の会話。いや、話の中身はすごいんですけど、はい、ただ大人が冷静に戦略会議してる会話見てもらえないんですよ、これ実は。だからね、よくね、その救済企画とか生徒さんの様子、メンバーさんの様子っていう風に出させていただくと、これからの方が基本的に中心で出させていただいてるんですけど、実のところ実績ある方だったりだとか、奥越えまで行った方とかも実はいらっしゃるんですよね。だけどこれね、出してもね、正直見られない動画になっちゃってるんですよね、はい、だから出せないなっていうことでですね、そこでまた我々が取った手段とした原点回帰ってことで、もう一回救済企画を、いろんなルールメイキングをしながらやっていこうっていう風になったわけですよ、はい、そしたらですね、今度ここでもう一人物申したい人がいるんですけど、はい、まずコロスケ君にはコロスケ君で言いたいことがいっぱいあります、はい、ちゃんとしろ。すいません、何を持ってちゃんとかわかんないけど、ちゃんと導きなさいよ。はい。でもいつも感謝してますよ。ありがとうございます。だけど、感謝はしてるんですけど、感謝をしながらも物申したい人が一人いるんです。はい。もっちゃん、はい、君のあの編集はなんだね。僕のことは悪魔にでも仕立て上げようとしてるんですか。我ながら完璧な作品かなと思ってます。もうね、完璧と思ってるタイプ。完璧と思ってる。なんなら仕上がりすぎていると思ってるタイプですね。感情が見え隠れする部分をこう、はい、分かりやすく表現して。隠れてないから、見えすぎだから感情。何言ってんの、見え隠れしてないから、見えすぎだから。ガンガン見せに行ってるっていう。ガンガンっていうか感情しか出てないじゃん。ずっと感情じゃん、はい、もう胃もたれしちゃうよ。本当にね、はい、まさにでも動画見ていただいてる方も自分に言われてるような気がするとか、はい、こういい意見ではこう身が引き締まるっていうのもあれば、はいはい、ちょっとなんか見てられないっていう人もちょっと出てきたりも。そうですね、見てられないと自分に言われてる気がするとね、僕もなんかみんなからのコメント、僕に言われてる気がしてきました。言われてるわ、言われてるわ、言われてるんですけど、まあまあ言われてるんですけど。ということでですね、この現状ですね、 YouTube を本気で頑張ろうっていうことで、感情の部分をちゃんと出していこうねっていうことでやってたんですけど、それをやっていくとですね、どん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 きっとね、ここの部分が加速してしまうかなっていう部分を懸念点として持っているんです。このね、懸念点をですね、解決するための施策として本日お知らせがあるんです。北原サブチャンネル始めます。ついにサブチャンネルを開始するということで、はい、はい、ついにですよ、はい、コルちゃん、サブチャンネルではどんなことを出していくんですか。はい、サブチャンネルはですね、もちろんメインチャンネルは今まで通りのちょっと動画を出しつつ、
ではあるんですけど、はい、メインでは見れないようなちょっと北原さんの裏側であったりとか、はい、撮影しながらちょっとメインには出しにくいけど、はい、なんか北原さんのこうもう人間性の部分がすごい見えてたりする動画とか、なんかいろんな部分があの撮影行ってたらめちゃくちゃ撮れるので、それをちょっと上げれる場所はないかなと。ありがとうございます。実はですね、皆さん北原のことどんな風に見ていただいてるか分かんないですけど、しっかり仕事にコミットした仕事人間だと思ってる方々多いじゃないですか。そんなことないんです。ちょいちょいふざけてます結構経営者の中でも、はい、ボキャブラリーの振る時間が多い経営者じゃないですかね、はい、あ、そうです。結構あの、まあ、悪ふざけしてるじゃないですか。あのちょっと僕らもこのメインチャンネルで緊張感とかを表すために、はい、結構北原さんもこう緊張感ある時とか冗談言ったりとかしてると思うんですけど、はいはい、ちょっと空気感作るためにあえてカットしてたりする部分もあったりするんで。あれなんでさ、はい、あんなに可愛い俺にアンコスターとかって踊ったりしてるんですけど、なんであれ全部カットされちゃうの？あ、いやなんかこう動画の中でこう緊張な面持ちみたいなのを保ちたいい時もあったり。いや、俺らニャンポスター見たい人いっぱいいるって。ニャンポスターはサブでも出さないかもしれない。あ、そうか、そうか、サブでも出。ニャンポスターあれどこにも出さないの？いやいや、ニャンポスターもちょっと頃合いを見て出します。そうか。はい。はい、でもね、そういうね、結構ふざけてる部分とか、うん、社員とのやりとりとかって、結構実はね、うちの社員のメンバーとかもすんげえいいやつだから、見てもらいたいんですよ。で、今ね、社員だけじゃなくて、関わる方々がね、手伝ってくださる方々が本当に増えていって、みんなのことを見てもらいたいですし、実はそれ以外にもですね、撮影はしたけど、これどうかなっていう動画って結構あるんです。その感情が動くものじゃなくて、例えばですね、まあ北原のショッピングの様子とか、車を買った時の様子とかって実は収録してるんですよね。でもこれちょっとメインチャンネルでは流せないでよねっていうことで、ちょっとお蔵入りになってるものとかって多々あるんですよ。このあたりをね、サブチャンネルで出させていただきたいなって思いますので、見ていただきたいです。実際のところ、まあメインチャンネルがメインって言ってるぐらいなんで、勢いのある動画をこっちで出していきたいなと思うんですけど、はいはい、サブチャンネル出すのはどちらかというと、もう北原さんの知ってることを前提とした状態で見るのが面白いような動画になってるので、はいはい、ちょっと緩めの動画も上がってくると思うんですけど、はい、どちらかというと、こう楽しんで、何かね、作業中とかに見てもらうのがいいかもしれない。お願いしたいですね、はい。ぜひ見ていただきたいです、はい。はい。楽しんで見てもらえると思います。そういうような動画が多いはずです。引き続きですね、メインのチャンネルの方はですね、全体の7割ぐらいは、今まで通りですね、救済企画だったりとか、お弟子さんとのやり取りだったりだとか、メンバーさんの合宿の様子っていうのを撮らさせていただきます。もう1割に関してはですね、フリップチャート、たまにペラペラって講義形式の動画撮らさせていただいているので、あれも1割ぐらいは出していきます。そして、残りの2割ですね、これもまたしっかりご案内させていただくんですけど、新しい事業を作っていく様子をですね、皆さんの方にですね、お届けできたらと思っていますので、この北原の事業構築、北原が関わる、北原が作っている事業をゼロからちょっと追っかけていくよっていうことをですね、残りの2割ぐらいのバランスでちょっと取って様子を出していこうかなって思ってますので、メインチャンネルの方も楽しみにしていただきたいと思います。なんかどん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  YouTube 上でも新しいものがちょっと始まっていくと思います、はい、はい、ぜひ楽しみにしててください、はい、ということで概要欄の方にですねサブチャンネルのリンク先をご案内させていただいてます。で早速ですねこのサブチャンネルの方もう1本目本日動画公開していますので、この後このままですねちょっとよかったら1本見てやってください。ということでこの後はぜひサブチャンネルの方でよろしくお願いします。